毎度ネギマヨでーす。というわけで今回は袋ね、すみません、ファンケルになってるんですけど、100均の購入品紹介です。でその100均っていうのがセリアとキャンドゥで買ってたんですよ。でもその2店舗って結構同じ商品取り扱ってることとかも多いから、なんかね、だいたいこういう入れ物とかやったらどこの100均にも似たようなのはいっぱいあるけど、だってちょっとこうサンリオとかディズニーみたいな、そういうのやったらキャンドゥでもセリアでも同じものね取り扱ってること多いと思うんで、どっちかしらに行けばあるよっていうことで、今回は購入品紹介していきます。まずこれ、このね、机デスク周りの整理をしたくって、コンセント類をちょっと整理したりとか、いろいろこうちまちまやってたんですけど、なかなか安定しないんですよ。整理しきれてない回線がこんなにまだここにあって、ほんまどうにかしないと。またコンセント挿してる部分のところはごちゃごちゃしてないから、こう火事になる原因になりそうっていうことはそうそうないとは思うんですけど、気をつけるに越したことはないと思って、いろいろねちょっと片付けていきたくって、アイテムたちをいろいろ買ってきました。あ、これはセリアって書いてるわ、セリア限定のやつ。このワイヤーラックの L サイズホワイトっていうやつ、ブラック、ブラウン、ホワイト、だいたいこの3色なんですけど、サイズ感が全然違ったり、あとこのね網目、これ下結構網目が細かいんですけど、もうちょっと大まかな網目のやつとか売ってたり、以前の家の時にあのおたかつ、おたかつ何ゾーンで缶バッジとかラバストを飾ってたワイヤーラックがあるんですよ。そのワイヤーラックをあの引っ越す時処分せずそのまま持ってきてるんですね。でも越してきたもののこの家にはそのかけるところがなかったから、ワイヤーラックが余ってるんですよ。そのワイヤーラックを結束バンドの一番細いやつじゃなくて2番目に細いやつかな、150mm 25本入りのやつ、ワイヤーラックを結束バンドで机に固定して、でその固定した縦になったワイヤーラックにこれをかけようかなと思って、でここになんかあのぬいぐるみとか何入れるかまだしっかり決めてないけど、いろいろ入れようかなって思ってます。あとこれはちょっと冷蔵庫とかに貼ろうかなと思ったんですけど、壁ピタっていうこう粘着テープとか後ろにこうちょっと磁石みたいけど、これテープになってて、これペリって剥がしたら引き出しのところとかにペタってくっつけられるみたいです。これはセリアで購入しました。キャンプ用品とかのところに売ってるんですけど、ちょっとなんかここあんまり私気に入ってないんですけど、ドリンククリップって書いてる、ドリンクホルダーなんですよ。飲み物置く場所がないっていう時にこれを挟んで近場にやると飲み物が安定するよっていうやつ。あ、結構なんかバネ、これさ、怖いな。なんかドリンクカップのところをこう押すとここ開くんで、これをね机のところとかに挟んでやろうかなって買ってきたんですけど、ギリ入らん、机の高さに合わんかった。でこれセリアで2つ同じやつ買いました。これね、さっき言ってたワイヤーラックのところに吊るそうかなと思って、これ1つでね2個入りなんですけど、こういうねホルダーもいっぱいあった。でこれは一応レジ袋ホルダー、これがねこう伸ばせるんですよ自分で。もともとこう開かれた状態のものとかもあれば自由にね引っ張り出せるっていうのもあって、これ便利と思って。ワイヤーラックなんで、さっきのねこれと太さ一緒やから、こういう風にワイヤーラックにぶら下げたらこういい感じで、細いのも引っ掛けられるし、ここにちょっと太めのやつ引っ掛けられるから、ヘッドセットとかイヤホンとかをここに引っ掛けたいなと思って買ってみました。で2個じゃちょっと足らんなと思ったので、一応予備でね合計これがね4つある状態です。またここら辺もね使った時とか動画で映すかなと思います。これもクリップタイプ、これもほんじゃもしかしたらあるかな、ドリンクホルダーみたいな感じで机にくっつかへんかもしれんけど、これも一応ちょっと試しで買ってみて、こういう感じで縦にクリップ挟むんですけど、まあ、横に挟んだとして、ここに挟んでここにヘッドフォンかけてもいいかなと思って買ってみた。まあいろいろ試していかないとわからんから、自分に合うものは。で次こちら写真立てです。 L 版の2枚入るタイプで、このね縁が白いものを買いました。ここにはねグッズのフォトカードとか入れようかなと思います。ジャックジャンのふみさん飾りたいなと思って、で、まあこれマジカル未来のガチャガチャまた2回やりました。これまた別で、あとねこれはセリアで買ったんですけど、キャンドゥでも見かけたかな、どうやろ、サンタさんのコスチューム、ぬいぐるみ用のねミニサイズです。まあ犬猫用ではありません。前にねガチャガチャでこれ400円したんですけど、こういうカンフーの私の大好きなパンダかつ赤、一番好きなこういう組み合わせ、これをねこういう感じのねちっちゃめのマスコットにこうやってねかぶせてたんですよ。こうやってめちゃくちゃ可愛くなるんですよ、まあ、もはや誰かわからなくなるキサちゃんなのかっていう感じの
雰囲気にはなっちゃうんですけど、こういうのがガチャガチャでね、今あんま見かけへんけど400円で置いてた時代があったんですよ、2、3ヶ月前。まあ、そんな感じでサイズ感多分ちょうど同じぐらいかなと思ったんで、ここら辺クリスマスグッズ細々ともう少し買い足すと思うので、これはまた開けずに置いておこうかなと思います。見せてあげるのはキサちゃんとフミさんで、わめちゃくちゃ楽しみ。なんかクリスマス全然楽しみじゃないんやけど、今年はちょっとこの目の前、目に映るところをクリスマスを一箇所だけ作りたいなと思って、机の上は片付けるモードにも入ってるから、これ前から何回も紹介してるんですけど、また追加でね、今回はシナモロール2つ買ってきました。クロミちゃんがやっぱ一番見かけてね、私も持ってんの多分クロミちゃんが一番多くって、もうこれ10個ぐらい買ってんじゃないかってぐらい。これがこんな感じでね、配線ぐるぐるってやって、でこれ普段刺してるんですけど、ちょっとここ余るなっていう時に丸めて、折り曲げるのが好きじゃなくて、でこういう丸めた時にこうパチッとやるとボタン式になってるんですけど、ここにね挟み切れないことがあるけど、まあ、大抵の2メートルぐらいの配線の長さとかやったら全然これでねまとめることができます。これがとにかく便利かつ可愛くて、いろんなねケーブルクリップ売ってると思うんですけど、私は最近これを気に入ってよくリピートして使ってます。で次デスクラボ、まさに机の上で片付けるようですよっていう、下にちょっと空洞になってて、あの換気されやすい、これもまあシンプルに机のねところにちょっと置いたりとかで、あのすぐ取り出せるように、これはショート動画かなとかでやったコンセントまとめてるやつでこう入れてもいいかなと思って、これもいろいろボックスをね今 2、3個ぐらい試したりしてるんですけど、机のサイズ感とか、あと自分のこの行動範囲とかに合わなくて一生悩んでる、机の上で。でこれもセリアかな、これはリモコンボックスです。さっきのメールボックスみたいな大きさじゃないから、あのこうちょっと手前とかに置けるかなと思って買ってみたけど、どうやろうっていう感じ。続いてこれもちょっとまた確実にこれ入れるっていうのは考えてないけど、一応薬、処方された薬とか入れようかなと思って、これもねいろいろ種類あった。これここのシールがさすごい可愛いけど、物ない名前めっちゃ書いてるから、これは剥がそうと思って。でここは何やろ、ちょっと薄めのプリントかなされてますね。これも100円です。セリアで購入しました。こうワンプッシュでパカって開くタイプ。あの今からサンリオグッズ結構出てくるんですけど、そうサンリオを机に並べてみようかなって思ってる今、もしかしたら他のフィギュアとかに変えていくけど、直近ではサンリオにしたいなって思ってて、まず中が見えるボックス、これはキャンドゥで買いました。サイズ感こんな感じで、これのねあの半透明ではあるんですけど、グレータイプのものとかも売ってて、蓋が透明になってるっていうような2パターンかなありました。これを敷き詰めて、これもキャンドゥのねペーパーパッキンっていうやつ、なんかプレゼントとかによく下にあるワシャワシャ、これを2袋買って、でこれもキャンドゥでね、1個200円商品なんですけど、でもサンリオのこのグッズが200円、これサンリオ自体もともと結構何お財布に優しいっていうか、比較的値段がね手を取りやすい価格で売ってるけど、それよりかもやっぱ100均なんでもう少し安くなってて、こうシナモン、ポチャコで、クロミちゃん、マイメロ、あマイメロはね、両耳ねピーって立ったやつもあれば、こうちょっと折り曲げて縫い付けられた状態もあって、でこっちのタイプを買いました。やっぱサンリオといえばキティちゃん、そして最大のお日様、ポムポムプリンを買ってきました。めっちゃ買っちゃったんですけど、100均の割には高くなっちゃうけど、でもサンリオのグッズなんでね、厚みもねまああるっちゃあるけど薄めなんで、このまま入れてもちょっとスカスカになるかなと思ったんで、このペーパーパッキンってやつを買いました。6人いてるんで、こうニコニコでやってったらサイズ感ちょうど合うんじゃないかなと思って買ってきた。どうやろうかな、ちょっとまだこれもね迷ってるんですけど、一応ここにみんな入れようかなと思って買ってみました。ぬいぐるみ系今年結構集めてたんですけど、飾るとやっぱどうしてもホコリがかぶりやすくて悩んで、でそれで結局こうかぶらないようにって収納して見えないところに置いたりっていうことが多いんで、これやったら守れるかなと思って、ちょっとケースだけだったら寂しいんで、こうピンクのねこれもキャンドゥで買ったリボンと、このリボンが布っぽいんで布に使える強力両面テープ、何グルーガンろうそくみたいなのを溶かしてつけるやつ、あれあんま使ったことないから怖くって、なんかこの安全に使えそうな両面テープ、
あとこれが全く一緒のやつを2つ買いました。キャンドゥのシールですね。これが、縦ではなくこう横にね1列もうくっついた状態になってます。これをこの外側に貼ってもいいかなと思って、で一応念のためねロールタイプのフォレットっていうこのシールもねまた買いました。このシリーズ結構他のカラーとかやけど買ってて使いやすかったんでまた買いました。これ60センチの長さがあります。これちょっとセリアに戻るんですけど、ぬいぐるみスタンド、ちょっと若干長いかなっていう気はしてるけどどうやろう。このふみさんとキサちゃんをこう指入れて遊べるようなやつなんですね。人形劇できるようなキーホルダーなんですけど、パソコンのところに立てかけるにも身長が足らなくてコテンってなっちゃうんで、これをこう両側で2人をこうつけて、でこれをモニターの真ん中のところ後ろ通してやろうかなって思って、そう実際使うまでわからないんですけど、安定感のないぬいぐるみ飾るときにいいやつです。ようやく購入品最後です。がキャンドゥとセリアで買い集めてのこれ、どっちがどっちで買ったかわからんけど結構もう売り切れてるの多くって、他にもねどんだけキャラいたのかな。これちょっとなんか若干開いてんかな、空気抜けてるわ。このね下の部分が平らになってるんですよ。ちょっと見づらいかな。何コテンってなることなくこうしっかりと安定しておけます。でマイメロがねこの赤いのものとピンクのマイメロちゃんと、でクロミちゃんがこんな感じの紫で、キティちゃんがくすみがかったブルーかな。でこの6人を買ってきたんですけど、確か他にもねいたはずなんですよ。どうやろう、検索してないけど、また見つけ次第他のキャラがね売ってるところあれば買い足していこうかなと思います。やっぱ見える範囲ちょっと好きなものを置いていこうと思って。というわけで袋はファンキルだったんですけど中身が100均でした。まあでもこんだけねめっちゃ買ってるけど、これで数千円とかで済んでるからほんまにマジで100均ありがたい。ここら辺もまたね日常動画でちまちまと片付けていこうと思います。これも可愛いよ。これはねクロミちゃんが出たんですけど、ガチャガチャでサンリオのお店に置いてたガチャガチャかな、クリップになってて挟めるんですよ。でエイペックス始めた当初、私マジでアナログタイプの人間やから自分の武器取り出すは何番みたいなんで、こう紙にいろいろこうバーってまとめてクリップで挟んでやってました。まあ、今はさすがにもうね操作方法、技術はないけど操作方法は大体覚えてきたんで、もう紙は挟んでないんですけど、こんな感じでねクリップあるから、なんかちょっと用事、明日何時に電話かけないといけないですみたいな用事ある時に挟んでデスクに置いておくと便利かなと思って。推しはポムポムプリンやけど、最近ようやくクロミちゃんの可愛さがさらに理解が深まってきたっていうことで、ポムポムプリンに限らずサンリオをねバッて並べていきたいなっていう所存でございます。というわけですごい長くなってしまいましたが、セリアとキャンドゥでの購入品紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイドー。